IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長は21日、東京に緊急事態宣言が再び発令されてもオリンピックの開催には影響がないとの見方を示しました。オリンピック開幕まで3ヶ月に迫る中、IOC のバッハ会長は理事会後の記者会見でこう述べ、専門家などによる科学的な助言をもとに、高いワクチン接種率により選手村は非常に安全な場所になると開催に自信を示しました。また、大会組織委員会の橋本会長が最終判断を6月まで先送りする可能性を示唆した観客数の上限については明言を避けました。